ホーム、木場茶屋駅は、鹿児島県薩摩仙台市木場茶屋町にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。当駅に停車する列車は、上下それぞれ、昼間は1時間に1本であるが、朝夕は1時間に1から3本の電車が、運転される。鹿児島方向の電車は、多くが、鹿児島中央駅であるが、鹿児島、国部、都の城、 宮崎駅も数本運転されている。川内、泉、熊本方面の電車は全て川内駅である。開業当時の地名に由来する。この地域は古くは、焼き畑農業が盛んだったことから、焼き畑で作られた畑を意味する、木場県と言われる地名だった。木場県一帯では、昔から良い水が取れ、そこに、吉見を使った、お屋敷と呼ばれる茶屋が立ち、この茶屋が、 キバジャヤという名前で親しまれたことから、キバジャヤが地名になったという。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。互いのホームは、古戦橋で連絡している。小型駅本屋がある、無人駅である。IC 乗車カード、守護課の利用が可能だが、簡易守護課改札機のみ設置されており、チャージの取り扱いは行っていない。また、当駅には、 自動券売機が設置されていないほか、駅において乗車駅証明書などの発行を行っていない。2015年度の1日平均乗車人員は33人である。ありがとうございます。